秋篠寺大元水明王像大元水明王は仏教における御事格である明王の一つ。なお、神言密教においては、卒の字は発音せず、大元明王,王と読み、またふと元明王と記すこともある。大元水明王は古代インド神話に登場するヒアーリアンの鬼神、アータバカに由来し、公約神大将と簡約される。直訳すると、林に住む者、 林のねの意味となる。微者門天の眷属である八大シャ大将の一村に数えられ、無比力シャアバクカシャ大将、アバクカキシン元水とも呼ばれる。このようなアタバカは、インド神話において弱者を襲って喰らう悪鬼神とされたが、密教においては、大日如来の苦毒により、全身へと変じ、そのいぶしがたい。 大いなる力は国家をも守護する語法の力へと転化させ、明王の総帥となった。大元帥明王は大元帥の名が示す通り、明王の最高尊である、不動明王に匹敵する霊言を有するとされ、一説にはすべての明王の総帥であることから大元帥の名を、冠すると言われる。日本への伝来は、オグリスの常暁によって将来されたという。常ネは、スミカレージ、 文祭から太元法を受けて、諸尊像や狂気を書写して持ち帰り、840年に法輪寺に安置されて、以降、宮中で守法されるようになった。大元水明王は国土を守り敵や悪霊の降伏に絶大な苦毒を発揮すると言われ、必勝祈願や敵国粉祭、国土防衛の祈願として、宮中では古くから大元水明王の秘宝が盛んに懇集されてきた。 なお、軍組織における大元帥や元帥の故障は、この大元帥名王から来ているという説もある。立川武蔵は、恨みを抱いたまま不遇の死を遂げた。ある将軍が、臨重に際して、野叉となって転生し、途上内の男女をすべて食べるという生願を起こした。そして、実際、その死後に病死者が続出したため、人々は一人ずつ人心ごくを夜叉に捧げるようにした。 順番が来てある長者の家で、生まれたばかりの子供が捧げられることになった。嘆き悲しむ妻を、夫は慰め、愛事を野叉に捧げるために、林の中に送り、長者夫妻は、功労に登って、一心に、子供の無事を祈った。仏言によってこのことを知った釈尊は、直ちに野叉のところに赴き、法を解いて、上心を生ませしめ、仏教に消えさせた。そして釈尊の手によって、 長者夫妻のもとに、無事赤ん坊は送り返された。立川武蔵、癒しと救いアジアの宗教的伝統に学ぶ、2001年、ピアニッシュも、158から159、と述べている。大元水明王の仏像は、奈良市所在の秋篠寺の秘仏として暗記されている、鎌倉時代作のものが知られる。絵巻や掛け軸等は全国に残るがその数は、決して多くはなく。 描かれた姿も一面六尾から八面十六尾まで様々である。秋篠寺に残る大元水明王像は一面六尾のふんど将であり、東大寺の二王像を彷彿とさせる金骨隆々たる、たくましい体つきで六本の腕に武器を構え、ぐんだり明王と同様、体に蛇を巻きつけている。顔はもはやふんど将を通り越して、 まさに鬼神そのものとも言うべき、恐ろしい姿であり、神は怒りによって、天をつくように逆立つ。また、京都の同時にも存在し、国家を挙げての長区に利用されている。新言の応募たりつ多立多募立腹募立社近名社金名、タラサンダーモエンビソワカ・キシの自リセイ太ふともと同、京前時事公院、田村神社東京国立博物館。ありがとうございます。